日本では販売されていない海外の絵本をレンタルする日本初の絵本レンタルプログラムがスタートします。そのサービスを提供するワールドライブラリーの発表記者会見がこちらのインターナショナルプレスクールで行われます。ワールドライブラリーは絵本を通じて世界と出会い、世界を知るきっかけを作り、その世界の絵本を子どもたちに届ける、これまでにない新しいプログラムです。これからグローバル時代を生きていく子どもたちにとって、日本と世界の文化や価値観の違いを受け止めていくという感覚を養うことは、語学のスキルを磨くことと同じくらい大切なことだと思っております。我々が始めた新しいサービスは、毎月きれいな状態の絵本をレンタルというモデルでお届けし、毎月新しいタイトルと入れ替えていきます。これによりお客様の待合室やキッズコーナーの絵本を清潔に保ち、子どもたちが安心して絵本を楽しむことができます。ここでしか読めない絵本となっております。年間でのご契約をいただいたお客様には、こちらにもございます専用の絵本棚、こちらをプレゼントさせていただきます。そして2つ目のサービスでございます。 B2B 向けのレンタル事業とは別に、ご自宅にワールドライブラリーの絵本をお届けするサービスであります。こちらはレンタルではなく販売となりますが、ご家庭でもワールドライブラリーの世界を楽しむことができます。まさにこのライブラリーによって、今まで読めなかった本が読めるようになる。で、多くの子どもたちがですね、それによって出会いを得てですね、そして幸せになっていくということがいければですね、できればですね、それは日本にとっても、あるいはこれからの未来を育つ子どもたち、あるいは国づくりにとっても非常に重要なことかなというふうに思います。可愛らしいですね。皆さん来ていただきました。さあ、続いてはスクールの理事長であるジョーンズ恵理子先生にお越しいただきます。ハロー。セハロー。よろしくお願いします。ご自身の自己紹介とモンテッソーリの教育法についてご説明をお願いします。私は国際結婚しているものですから、私の長男のために、21年前に学校を始めまして、でその時にですね、バイリンガルの子供を育てようということと、あとモンテッソーリの教育が大変気に入っておりましたので、モンテッソーリの教育で21年やっておりまして、今年でも1600名ぐらいの子供をもう卒業していってます。今日ですね、子どもたちに絵本の読み聞かせを行っていくんですが、絵本は子どもたちのイマジネーションを膨らませるのにすごくいい効果があるんですよね。そうですね、絵本というのは絵を見て、で語りを聞くわけじゃないですか。でそれでですね、自分でこのイマジネーションをこう膨らましていって、で、例えば世界の本ですと、そこの国の人種ですとか文化っていうのを学んでいけるんですね。なのでそこで最初にこの外国に触れていくといういいきっかけにはなると思います。絵本の始まりです。ユープ・ファンド・ヘック作、チグハグソックス、始まり始まり。見て見て、学校に着くとサムは言いました。僕、誰もしてないことしてるんだ。子供たちはみんなサムの前に押し寄せました。うわぁ、チグハグソックスだと、みんなは叫びました。かっこいい。そうして先生が止める前に、ソックスの取り替えっこを始めたんです。クラスの友達は一斉に靴を脱いで、他の子のソックスを一つ選びました。ワクワクするでしょ？と、サム。うん。足がウキウキドキドキする。みんなは元気よく答えました。 We don't have a big book like that in our class. Did everybody have fun? Yeah. Yes. No, no. I got a book at home. That's nice. 始めようと思われたきっかけとかあったんでしょうか？
私は仕事の関係上で海外に出張に出ることが多くて、その中で海外のブックフェアにもよく顔を出していました。その中で、海外の絵本が、海外市場に本がたくさんあることをその中で知った中で、なんとかこれを日本の市場に落としたいというところが、この、ワールドライブラリーを、始めようと思ったきっかけになりました。これから国際感覚をどんどん養っていかなければいけない子どもたちに、本当に小さいうちから、国際感覚を養う、それから世界にはこんな文化がある、環境がある、そういったことを、知ってもらいたいと思ってます。教室にお邪魔してます。もう寝ちゃってる子どももいますね。子どもたちって絵本本当に大好きなんですね。私も小さい頃に読んだ絵本とてもよく覚えています。絵本を通して文化の違い、人種の違いなどいろんなことを学べる、そして大きくなった時に海外の友達と、あ、僕もその絵本読んだよって語り合える、そんな未来とても素敵だと思いました。